はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はですね、またまたグランパスの動画になります。はい、ということでグランパスからあるものが届きましたけど、ということで、今回もね、解剖していきたいと思います。はい、まあこんだけ薄いのでなんとなく想像ついている方はいらっしゃるかもしれませんが、2021年のね、ACL ユニフォームが届きました。イエーイ。はい、ということでですね、まあ、ACL のユニフォーム、2月ぐらいに注文してね、まあ、ちょっと ACL が延期になっちゃってワッペンが来なかったということもあってちょっと遅れたんですけど、届きました。今回はね、早速こいつを開封していきたいと思います。はい、開けていきます。はい、では早速出していきたいと思います。せーの、ドン。これだけ見るとよくわかんない。はい、では、開けていきましょう。開けていきましょう。開けていきます。どこから開けるんだ。どこからだ。よし、せーの、ほい。おー、今、スッとこのね、チャンピオンズリーグ、AFC チャンピオンズリーグとか動画見ると、すごく個人的にちょっと興奮してるんですが、よいしょ。デデン。おー、かっこいいですね。まあね、ホームのユニフォームとはちょっと違うんですが、まあ、ACL 用ということで、黄色のラインが、ね、入ってなかったりとか、ですが、あー、かっこいいですね。はい。ちょっと詳しいのはまた後で出しますね。このワッペンだったり、これちょっと今、いろいろ選択に出しちゃってて、今ちょうど手元にあるユニフォームがこれとこれしかなかったので、急遽これ着てるんですけど、はい、で、まあ、これがね、今年の ACL ユニフォームでございます。まあ、違いはそうですね、まあ、ワッペンとかは一緒で、この ACL のユニフォームのワッペンがついてるところがやっぱり大きな違いかな。あと、J リーグのワッペンであったりだとか、こういったものはやっぱりなくなっていて、ユニフォームサプライヤーの水野と、まあ、ここに入ってる、まあ、この場合、この時はトヨタですけれども、ヤリスのね、ロゴが入ってるだけですね。結構シンプル。で、背中に、はい、日本の日の丸が入っています。まあ、日本の代表というところで、これは入っているというところでございます。はい、ということで並べてみました。左から、フィールドプレイヤーのファーストユニフォーム、ゴールキーパーのブルーユニフォームで、ACL 用の、オーセンティックユニですね。はい、こうやって見ると結構違いがはっきりしていて、本当にACL 版のやつはかなり、作りがシンプル、デザインがシンプルな、形になっております。本当に地名のところも入ってなくて、で、黄色のラインも入ってなくて黒のラインのみ、黄色のラインがもう全て黒に変わっている感じですね。はい、で、袖の部分が、赤と黄色のラインから赤のラインになって、袖口が、オレンジになっております。ということで後ろ側でございます。そうですね、まあ、今回ちょっとサポーターのやつにしちゃったので選手の名前は入ってないんですけれども、どっちに入るんだろう、上に入るのか下に入るのかちょっと分かんないです。で、グランパスのね、ロゴエンブレムが背番号に入っている昔の方ですねになっております。はい、ということで着てみました。まあ、着心地はいつものグランパスのユニフォームと一緒で、かなり着心地はいいかなというところです。ただ、黄色のラインがない分、少しこうやって見てもすごくこうシュッとした感じ、スリムに見える感じがあります。はい、ちょっと抑えめなデザインになっているような気がしますが、個人的にはすごく気に入っております。はい、まあ、このワッペンもね、やっぱりプリントというか貼ってあるワッペンがいいですね。
で、なんといってもやっぱりこれがすごくいいですね。このワッペンがですね、もう結構しっかりしていて、あの縁が刺繍で、ここがなんていうの、ちょっとツルツルした素材のワッペンなんですけど、はい、かっこいい、とにかくかっこいい。で、まあ、そうですね、今年はなかなかね、ACL を見に行くことは、海外なので見に行くことはできないんですけど、ACL も今年は、韓国のチームと、タイのチームと、あとは、マレーシアのチームかなになるんですけど、まあ、強豪が揃っておりますので、ね、ぜひぜひ、まずはグループステージ突破、を目指して頑張ってほしいなと、個人的には思っています。さあ、ということでですね、今回はこちら開封を、していきましたけれども、ちなみにちょっと、ね、これは皆さんにちょっと聞いてみたかったんですけど、今年のユニフォームですね、ACL ユニフォームと、あとは、フィールドプレイヤーのユニフォームと、あと先日ですね、シャチの大祭典ユニフォームが、まあ、発表になりましたね。で、まあ、今年初めて僕、シャチの大祭典ユニフォームを買ったんですけど、まあ、まだ、届くのが8月ぐらいだから、まだ当然先なんですが、まあ、デザインを見比べてみて、どのデザインが一番好きかなっていうのをちょっと皆さんに聞いてみたいなと思っております。ちなみに個人的にね、一番好きなのは、シャチの大祭典ユニなんですよね。色はね、アウェー色。まあ、白のアウェー色ではあるんですけれども、デザインはね、一番好きかもしれない。まあ、2年ぶりということで、前回2019年のシャチの大祭典、水穂を僕が一番最初に見に行った時にね、当時、ビームスさんとまたコラボした、ここにシャチのね、シャチを模した、ユニフォームになっていたんですけれども、あのユニフォームがね、個人的には実は結構好きで、あれが実は欲しくて、見に行ったら、ボロ負けして、ってなって、ちょっとね、行くのは控えてたんですけど、去年ね、去年のグランパスの試合を見に行って、あ、やっぱりグランパスの試合って面白いんだなっていうのに、改めて、まあ、もともとスポーツは見るの好きなので、って思って、グランパスにのめり込み始めたというきっかけにユニフォームもあるので、まあ、個人的には結構実は気に入っております。で、まあそうですね、ユニフォーム紹介としては、あとは次回のね、シャチの大祭典ユニが届けば、今年のユニフォームは一通り多分購入したことになるので。なんだかんだよく買ったなと思いますけど、まあ、グランパスサポーターとして、まあ、今年、まあ、なかなか応援にね、行けるかどうかわかんないんですけど、またね、トヨタスタジアムで何、アウェー、どっか行ければ、ね、遠征して応援も行ければなとは思っておりますので、まだね、観戦ブログだったりとか、グランパスの、今後はね、グランパスの、個人的に気になった情報とか試合の感想なんかもお話できればなと思っておりますので、またね、見ていただければ嬉しいなと思います、というところでですね、まあ、今回はこんな感じで終わりかなと思います、ACL のユニフォームですね、本当に個人的にはすごく好き、実は再販も始めましたので、前回買えなかったよとか買うの忘れてたな、でもやっぱり欲しいなっていう方、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、今回はグランパスの ACL ユニフォームの紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。